もう一つの日本美術史、近現代版画の名作2020。本展は日本有数の充実した近現代版画のコレクションで知られる和歌山県立近代美術館の所蔵作品を中心に、当館や他館からの作品も加えて構成し、明治から平成の約100年にわたる版画史をたどることで、そこから見えてくる日本近現代美術史を探ろうとするものです。展覧会は10章から構成されており、明治の印刷物から90年代の版画まで一望にご覧いただくことができます。版画とは何か。近現代という時代に作家は版画に何を託したのか。会場でぜひご体感ください。